はい、始まりました。YouTuber、ヒロック、ゲーム実況、今回はね、こちらの、初代の、マリオカート、スーパーマリオカートをねちょっと、プレイしていきたいと思います。まあ実況というより、プレイしていきたいと思います。ほんまにねこれ懐かしいんですよ。僕はね当時小学校以来、ようやりおりました。当時の、スーパーマリオカートですね。キャラクターセレクトマリオは本当に懐かしい。過去に戻りたいっていうね俺の発想なんですけど、50cc、キノコカップ、フラワーカップ、スターカップの、3つカップですね。じゃあまず、キノコカップからいきたいと思います。まず、マリオ、サーキットかね、マリオサーキットやりたいと思います。コントローラー、基本操作はねちょっと久しぶりにやるんで、これね初めて、やった時は、僕が、当時小学校小1小2ぐらいの時に要は毎日学校帰りとかようやりよったんですよ。もう飽きるほどで、スーファミなんですけど、今回僕が、これ、実況するのが、スーパーマリオカートですね。マリオカートシリーズで、1作目の、スーファミのマリオカートです。前回、僕、スイッチのマリオカート8デラックスを、プレイして、途中までだったんで、今回、ちょっとね、気軽にということで、実況じゃなく、プレイというより、こちらのね、今やるよりスーファミのスーパーマリオカートですね。これをね、なぜ、これ、実況するのかって言ったら、理由があるんですけど、これ、当時の、マリオカートなんですよ。で、今、記念として1作目のマリオカートで、僕も、これ、たまたま持っとったんですよ。で、当時ね、僕が小学生の時に、たまたまこのカセットを持っていて、当時僕も生まれてないんですけど、ちょっとね、ようやり込んどった、要素があって、ちょっと記憶に蘇るというか、ちょっとたまたま、ちょっと久々に、ちょっと実況してみようかなと思いまして、ちょっと今回、実況してみるんですけど、たまたまね、カセット、自体持っとって、カセット僕もそんなに持ってないんですよ、スーファミの。で、スーパーマリオカートでしたかいね。ちょっとたまたま、実家にあったので、ちょっともう久々にやろうかなと思います。で、本当にこれ懐かしいんですよ。要は僕がね、小学校の時に、ちょっと毎日やってたんですよ。学校帰りとか。で、たまに友達と一緒にやってて、そういう、記憶が今、蘇るというか、最近ちょっとこれ、もうちょっとやってなくて、小学校卒業以来これ全然やってなくて、ちょっと久々にこれやろうかなと思いまして、ちょっとね、ちょっと、僕ももう、ちょっとこれやるのが、もうすっごい懐かしい。基本操作さえ覚えていれば懐かしいんですよ。基本操作が全然覚えてないんですよね。ドリフトとか、AR とか、もうそういう、ボタンっていう。だから、このコントローラーを久々に触るのが今回初めてなんですよ。今回の動画で。あんまり触ったことないんですよ。要は、僕がもうやり込んどったのが、任天堂スイッチのマリオカート8デラックスと、あと Wii のマリオカートですね。あと、ゲームキューブのマリオカート64ぐらいでしたが、スーファミなんかもう正直言って、もう何年ぶり、もう久々にやるんで、もう懐かしさのあまり涙が出てくるっていうね。結構もう、小学校の時やり込んどったっていう、飽きるほどやり込んどったっていうか、もう懐かしいですね。たまに友達と一緒にやり込んどったっていう様子もあったんですけど、久々にやるんでね、ちょっと、
もうコントローラーさえもう持つのが久々で、すごいね、もう気持ち操作もちょっと覚えている限りもうちょっとできるだけちょっとプレイしていきたいなと思いまして、ちょっとこれもう 50cc なんですけど、ちょっとね僕も久々にやるんで、ちょっとクソ難しいっていうか、ちょっとあんまりコントロスーファミのコントローラーに触ることあんまりないんで、ちょっとね久々にこれやってみました。結構ね、これ、まあ、50cc なんですけど、当時の、スーファミ、まあ、こちら、まあ、スーパーマリオカートなんですけど、まあ、50cc と 100cc があるんですけど、まあ、今回この 50cc のキノコカップやるんですけど、ちょっとね、懐かしいんですね。すっごい懐かしい。次、お化けコース。お化けですね。スタートダッシュが、ちょっとうまくできないっていうか、ミニターボはできるんですよ。スーパーミニターボとかドリフトとか。で、あともうスタートダッシュの、さっきのスタートダッシュがちょっと失敗しまくって、ちょっと、みんなからなんて言われるんかな、コメント欄に下手っぴ、ヒロックは下手っぴなのかって言われるぐらい、すごいちょっと緊張してるんですよ。今もこれ緊張してるんですよ。もう皆さん、まあ、動画では、ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと緊張してて、足が震えてるんですよ。ああ、もう落ちた。ああ、もう、いや、コースアウトはね、たまたまあるんですよ。これはもう懐かしい。よう、小学校の時にやりよった。懐かしい、スーマリ。スーマリ懐かしい。よう、やりよった。あの頃に戻りたい。もう画面もちょっとね、もう懐かしいですね。もう久々にやるんで、ちょっと、基本操作さえ覚えていれば、まあ、いいんですけど、そう、BGM とか、もうほんまに懐かしい。今でも蘇ってくる。すごい。あー、もう落ちた！いや、ここのコース嫌いなんですよ。もうさっきのコースよりこっちの方が嫌い。ちょっとね、コースアウトしやすいコースは嫌いなんですよ、ほぼ。ちょっとレインボーロードとか、そういうクッパーキャッスルとか、そういう的なコースは、あんまり俺苦手なんですよ。で、僕はまあ、たまたま言われるのが、ヒロックゲーム下手くそやろって思うんですよ。もう実は俺、ゲーム下手くそなんですよ。ゲーム実況とかあんまり、ちょっと、やったことないので、前回やったんですよ。マリオカート8デラックスの、実況。ちょっとむずい。無理かな。ここで、ああ、4位か。4位はまだまだ。4位はまだしも。ああ、1位になっとけばよかった。久々にここで4位か。まあ、5位とかになったらね、ちょっと、ちょっと、ダウンス、ちょっとなるんですけど、4位以下だったらまあいいでしょう。ラウンド4。あ、次はクッパキャッスルか。お化けに続きクッパキャッスルか。あ、もうここもね、ちょっと、もうコースダウンするところが多いんですけど、わ、さっきより比べてみれば、こっちの方がもうすごいやりやすいというか、このクッパキャッスルなんですけど、途中でドッスンが、なんか、タイミングよく、計らうところがあって、そこだけ気をつければ、もうあとさえもう完全に、まあ、ルートが分かっていればいいんですけど、ルートが全然分からん、これ。もうあとね、ドッスンのなんか下がるタイミングが全然分からん。ドッスンが小さく見えるんですよ。だから、ちょっと。もうこれね、壁が多いっていうかブロック多いんですよ。だからドリフトするときにすっごい難しい。あとね、このスタートダッシュ、まあ、さっき、過ぎたんですよ。このスタートダッシュが難しい。あ、もうバナナとかもう昔から嫌。もう、バナナが、今何に当たった？バナナわかるんだけど、今何に当たった？やばいやばい。ちょっとあんまり調子に乗りすぎたら、ちょっと、やばい。ちょ待って。5位とかやめて。5位とかやめて。せめて4位か3位以下になって、ちょっとさっきのコースで1位になれんかったけど、ここのコースでちょっと本気出そう。もうレースになるとね、夢中に夢中にすぎて本気になりすぎて、ちょっとあんまり
調子も乗っちゃうし、これもう今でも俺興奮してるんですよ。これあのもうスーパーマリオカート、もうほんまにね小学校の時からね、ようやりよった。もう懐かしい。もう今でもね過去にも思い出す。まあここなんですけど、ドッスンがね すごいうざい。ドッスンがうざすぎる。ちょっと待って、やばいやばい、あんまり調子に乗るな。ファイナルレース、ファイナルレース、ファイナルレースか。うわもうドッスンがうざい。やばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、どうすんのこれ。はい、あー落ちた。クソ難しい、ここ。ちょ待って。4位は嫌。さっき、ちょ待って。クソ難しいんだけど。クソむずい。ちょ待って。やばい、もう邪魔に。むずい。失格とか、もう一回やらせて。ちょ待って、ここクソ難しいんだけど。ここのコースでクソ難しい。なんで。やばい。いらんアイテム。これいつ使う？このアイテム。アイテムもね、なんか、いらんアイテムとか、もう重要になるアイテムとかね、もう、ちょっと、バナナとかそういうコーラだったらいいんだけど、この、羽的なアイテムちょっと、どういう時に使うんか。やばい。もう、ちょ待って、もうむずい、ここむずい。むずい。ちょ待って、むずい。いや、ちょ待って。あ、まっすぐ行けばいいんか。あ、やんごろすんな。いや、むずい。すっごい難しいんだけど、これ。これむずいんだけど。まだ 50cc キノコカップよ、これ。急に難しい、これ。ちょ待って。やばい。ちょっといら、もういらん、いらんボタンを押すな。ちょっとジャンプするときはいらんボタンを押すな。ちょっと待って、壁にぶつかってる。壁にぶつかりすぎ。うわ、俺ドライバー下手くそやな。あー、くそ、テクニックがない。このテクニックさえあればちょっとなんとかいけるんですけど、うまい下手の問題じゃなくて、俺ちょっと下手かな、これ。レース系とはあんまり好きじゃないんですけど、ちょっと難しいな。夢中になっても、あ、そういう時にこれ使えばいいんか。あ、くそ。ファイナルレース。あ、そっか。これ5レースある系か。やばい。まあもうクッパー邪魔。やばい。邪魔ね。よし。もう邪魔。もう、やばい。ニートか。もう2位か。やばい。いいや、もう別に2位とか。しょうがない。2はしょうがない。もういや、2だったら許そう。ちょっと待って。これ、ファイナルレースよね。よし、ファイナル。ファイナルレースは簡単。ファイナルレースに来て簡単。最初とファイナルレースに来て簡単。まあ、さっきよりはこっちの方が好き。当然、でもここで1位ならんと意味ない。え？そっか。さっきのコースで2回連続2位になった。ちょ、待って、むずい。アイテム出したいけどアイテム出せないっていう。もう土管邪魔。土管なんか邪魔。もう危ない。もう当たった。やばい。キノコ来た。やばい。
ちょっとむずい。ああもう下手くそ、下手くそすぎる。もうレーズとかもう下手くそすぎる。もういいにいいよ。やばい。まだもうこれ5レースのうちあるけ、ちょっと余裕はある。余裕はかましたい。やばい。よしよし、ちょっとショートカット使おう。タチノコがあればいいんでショートカットできるんだけど、ちょっとショートカット使いたいな。あーもう鋳造構造でもいいんですけど、ちょっと後ろのジュニア、あーもうジュニアに抜かされた。このジュニアがちょっと逆転するよりか、さっきのコースで1位になっとけばよかったのに。ここで2位になってもちょっと1位になりたい。何してんの何してんの。よしよし。久々だからちょっと基本操作も慣れてないっていうか、もう4レース中1位にはなれなかった。最初と最後は1位になれたけど、やっぱ難しいな。あー2位か。1位になりたいな。あーやばいやばい、1位になりたい。あーまあいいんですけど、2位おめでとう、いいんですけど、すごいなんかやりがいがあった。はい、というわけで、今回ヒロクのゲーム実況、スーパーマリオカートをやったんですけど、4レース中、全コース1位になれなかったですね。クソ難しい。もうほんまにね、基本操作さえ覚えていれば、もう半端なくて、もう1位になれたんですけど、めちゃくちゃ難しい。ドリフトするときとか、そういう走行するときに、クソ難しい。終わり。テテ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